はい、どうも、B レジェンド鍵谷です。ですね、まあ、今回、ちょっと先日ね、友人と食事行ってたんですよ。あのね、中学校の時の友人で、もうね、30年ぶりに会ったんですよね。あの、中学校、学校行く時に一緒に行ってたんですよ。呉服屋の息子でね、今は銀行に行ってるんですけども、びっくりして、いろいろ話してると、なんか、噂では、鍵谷は YouTuber になったらしいよ、みたいなことを聞いた、みたいなことが言っててですね、いや、まあ、YouTuber って言っていいのかどうかわかんないんですけど、まあなんかそんな話もしながらね、一緒に食事してたんですけれども、で、やっぱりその彼が昔水泳やってたんですよ。で、水泳やっててトレーニングして、こう結構ね、マッチョだったらしかったんですよね。で、それで運動してたんだけれども、まあ運動しなくなってとか水泳やめると、まあそのままこう筋肉ついてたのがそのまま脂肪になったみたいな話があってね、よく聞くじゃないですか、筋肉は運動しなくなると脂肪になりますかみたいな話聞いたことあると思うんですね。僕もまあよくいろんな人から言われるんですけれども、まあもうね、このトレーニーの方からすればね、もうその素人意見というかね、そういうのはちょっともう頭抱える感じだと思うんですけどね。でもまあちょっとなんかよく聞くけど、あんまりそういうこと考えたことないよなっていう人もいると思うんですよ。例えばこう体が筋肉、例えばそうだな、学生時代に運動してて結構筋肉質な体だと。だけど例えば社会人になったらもうどんどんお腹が出てきて筋肉ついてたのがもう全部脂肪に変わっちゃったみたいな話あると思うんですけどね。だけど、いや、よく考えてくださいね。筋肉が脂肪に変わるなんてことはないわけですよ。だから筋肉が脂肪に変わったというよりも、筋肉ついていたのがまず筋肉がなくなってきてるとね。で、まず一つはそれで、もう一つは、筋肉が脂肪に変わったんじゃなくて、筋肉がなくなって脂肪がついてるだけなんですよね。で、まあ、多くの場合何かというと、運動していた時に取っていた食事と同じだけの食事を運動をやめてからも取っているっていうケースが、これがまず一つ多いですよね。もう一つは、学生時代と比べて大人になって代謝が落ちてるっていうのも一つあると思います。で、筋量が減ったからさらに代謝が落ちてるっていうのもあると思います。まあ、そういった理由から、脂肪がつきやすい体になってるんだけれども、まあ当然そんなこと分かんないじゃないですか。だから運動をやめたことによって筋量が減ってきて、まあもうね、皆さんご存知だと思うんですけど、まあ筋量を増やしていこうと思うと、体重1キロに対してまあ2グラムとか 1.5 グラムとか3グラムとかね、まあ要は結構取らないとダメなわけですよ。だけど通常の食事からは1キロあたり1グラム取れてるか取れてないかぐらいっていうケースが多いですからね。だから結局タンパク質量足りずで筋量が落ちて、例えばその10の筋肉あったとしますよね。で、今まではアスリートとして活動する中で10の筋肉を全部使ってたから10の筋肉必要だったわけですよ。だけど運動をやめたりトレーニングをやめたりすることによって10もいらないと。普通の私生活を送るんだったらもう3ぐらいあれば十分だってなると、人間ってエネルギーを無駄に消費するとやっぱり命の危機にさらされるわけですよね。だからこの10使った筋肉がもう使わないようにってこう減っていくわけですよ。でも、もう2や3ぐらいあれば十分だと、今の生活とか体をね維持しようと思うと。で、そうなると、これだけどん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 筋肉減っていきますから、そうですよね。残心性の法則でトレーニングして筋肉でかくなるっていうのはそれでしょ。トレーニングすることで、あ、これではこの筋量では足りない、エネルギーが、パワーが足りない、もっとパワーが必要だっていうことで筋肉がどん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 増えていくわけじゃないですか。だからその逆のことが起こるわけですよね。運動をやめると筋肉が減っていく、そして食事はそのまま同じ分取っていて、だから運動量が減って筋代謝も減って、だけど食事は同じだから脂肪が増えると。でね、やっぱり彼と話してもやっぱり言ってたんですよ。筋量特に落ちたよねって言って、例えば彼なんかだったら水泳やってたから、だから大胸筋から広背筋にかけてね、胸とか背中、特に背中の筋肉が発達してたっていうことが想像できたわけですよ。だから胸や背中の筋肉、あと太ももとかね、足の筋肉とかが急速に落ちたでしょって言ったら、そうそうそうってやっぱ言うわけですよ。まあ大体わかりますよね、トレーニングしてると。で、逆に一番最初に脂肪がついたのって背中や胸じゃないよね、お腹でしょって言ったら、そうそうそうって言うわけですよ。で、それ何かというと、脂肪、まあお腹周りっていうのは一番脂肪がつきやすくて、まあよくね、浮き輪ラインとか言いますけれども、結局、体幹部に近いところであればあるほど脂肪を蓄えやすいようにやっぱり人間ってなってるんですよね。
当然こんな指先にね脂肪がどっぷり乗ったような人間とかいないじゃないですか。動物でも何でもそうですけど、やっぱり末端に行けば行くほど動く可能性が高くなるから、やっぱり脂肪を蓄えにくいわけですよ。当然こう体幹部この辺りというのが一番脂肪を蓄えやすいわけでね。だからお腹周りに脂肪がついて、背中や胸とか大きい筋肉が早く落ちちゃってねっていう風になるから、まあそういう彼と話した時なんかも、その体型の話をしてた時に、ああそうそう、なんでわかんのとかって言ってるんですけど、いや人間の体だからわかるわけですよ。であとは水泳っていう種目を考えると、どこに筋量がつくのかっていうことも大体想像がつくから、そこから逆算すれば大体そのあたりの察しがつくんですよね。だからまあちょっとそんな話をしてました。よくねスポーツされてる方とかが、あるいは今現役でされてる方なんかがね、スポーツやめると脂肪に変わるんですかねとか、大人になって昔の筋肉が脂肪に変わっちゃってとかって聞くんですけど、まあそういう人はね、ぜひちょっと今みたいなことを思い出してもらえればいいんじゃないかなと思います。やっぱりこうね、ビーレジェンドとかプロテイン飲むのも大事ですよね。トレーニングをやってなくてもね、タンパク質量足りてないっていうの一つあるし、あとやっぱりその脂質とか炭水化物を今の世の中の食生活では大量に摂ってしまうので、やっぱりタンパク質摂ることでお腹も結構膨れるしね、満腹感も得られますから、他の脂質や炭水化物の量が減ってタンパク質量が増えるとなると、やっぱり体にとってもいいコンディション、いいボディメイクにつながると思うので、まあ、運動してなかったとしてもそういう生活をおすすめします。はい、ということで、まあ、今回は、ちょっと友人から聞いたね、筋肉が落ちると脂肪に変わる、筋肉が脂肪に変わるっていう、ちょっとそういう話をしてみました。ぜひですね、皆さん、まあ、そんなこと知らなかったという人もね、中にはいらっしゃるんじゃないかなと思いますので、ぜひまたこのシェアボタンでね、共有ボタンで教えてあげてください。はい、ということで、今回動画の方よろしければ、グッドボタンよろしくお願いします。そしてチャンネル登録まだの方はぜひお願いします。はい、でね、またなんかね、こういうことを聞きたいっていうのがあれば、コメント欄にね、ご応募いただければと思います。ということで、ではまた皆さんお会いしましょう。さよなら。